アフォンソでアルブケルケアフォンソで、アルブケルケは、ポルトガルの植民地征服者。1453年リスボンの定身の家に生まれ、1503年に一度インドへ、赴いた。帰国後、ポルトガル王マヌエル一世の信任を得、1506年、インド総督として16隻の艦隊を率いて、リスボンを出発した。公海入り口の底虎島、ペルシア湾のウルムズ島を占領した。 1508年、マラバールで初代インド総督、フランシスコであるメーダから地位を譲られた。1510年カリカット攻撃に失敗した後、北上し、当時イスラムのビジャプル王国の支配下にあったゴア島を一時占領するが、一旦引き上げ、11月に再びゴアを高級占領した。これ以後、ゴアはポルトガルのアジア支配の拠点として、インド総督あるいは、 副王の駐在位置となる。1511年には、マレー半島における、高領貿易の中継地として繁栄していた、マラッカ王国の占領に成功し、マラッカに1年滞在して、ポルトガルの東南アジアにおける拠点とする。その後もインド洋各地のイスラム行使攻撃に従事し、1515 15年12月16日会場で、病死した。マヌエル王が、彼の個人的な敵、 ロペス・ソアレスを公認者として派遣したのに絶望したためである。アセンション島から1501年にインド遠征の途上にあったジョアンダ・ノーバ率いるポルトガル艦隊によって発見されたが、その2年後、やはりインド遠征の途上であったアルブケルケ率いるポルトガル艦隊により再発見され、再発見日である商店祭にちなんでアセンション島と命名された。ありがとうございます。